放送席、放送席。2021年マイナビ ABC チャンピオンシップゴルフトーナメント、優勝は浅地洋介選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは2年ぶりの3勝目をつかんだ今の気持ちを教えてください。そうですね、すごい長かったです。そしてすごい嬉しいです。はい、今日は本当に最終組の3人で競い合って最後まで優勝争いをしました。どんな18ホールでしたか？そうですね、本当に苦しい展開の18ホールでしたね。はい、今日の中でも一番優勝への意識、思いが強くなった瞬間はどこですか？もうやっぱ最後の17番のバーディー入った瞬間ですね。まあ、それまではもうまあ、プレーオフにはなるだろうなと思ってたので、あれ入った瞬間にちょっと意識しました。力強いガッツポーズでしたけど、はい、あの時はどんな思いだったんですか？もう頼むから入ってくれって、伸びてくれ伸びてくれっていう意識でした。はい、その後すぐにリーディングボードを確認されていましたけど、はい、18番へはその確認を持ってどんな気持ちで入っていったんですか？そうですね、まあ、1打リードという形だったので、絶対にフェアウェイを置くぞという気持ちで行きました。そして18番最後しっかりバーディーで終えました。はい、今日のこの優勝72ホール、ご自身ではどうでしょう？そうですね、まあ、浮き沈みあったラウンドでしたけど、結果的には100点満点です。またシーズンのこの終盤で優勝が来ました。この優勝はどんな意味を持ちますか？そうですね、まあ、僕自身最終戦の切符を持ってなかったので、もうこの時期での優勝は本当に嬉しいですね。さあ、シーズンも中盤にありますが、まだ試合残っています。優勝もしました。残りの試合はどんな姿を見せてくれますか？そうですね、この優勝に懲りずに、また来週からもしっかり優勝を狙って戦っていきたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。浅地洋介選手でした。ありがとうございました。